マリーバシュキルゼフ、アトリエにては、美術学校における人体デッサン授業の様子を描いている。ドニプロペトローシク美術館所蔵。美術学校とは、資格芸術に特化した教育機関。初等教育、中等教育、高等教育の各段階の美術教育機関が存在する。混同されがちではあるが、音楽計画部などを含む場合もある。 芸術大学は厳密には美術大学とは区別される。また音楽学部だけを持つ短科大学は音楽大学と呼ばれ区別される。大学の種別としての美術大学、芸術大学は美大、芸大と略され、後期する各大学については学生、関係者や近隣住民によりその大学の省略稽古賞を例々美術大学、芸術大学を 霊霊美術大、芸術大、霊霊美大、芸大などとする場合も多い。フランスのエコールでボザールが今日の美術教育機関の最初のモデルであると考えられ、徒弟制度に基づく伝統的な美術教育に代わる組織として登場した。日本の美術学校、美術大学は美術における実技者の育成に主眼を置き、油絵、日本画、版画、彫刻、陶芸、工芸、 建築、デザインなどを学ぶことができる。近年では、パソコン、ウェブデザイン、演劇、映画、映像編集、漫画、アニメーション、ゲーム、染色、文化財、美術品保存修復、博物館学学芸員、イベントマネジメント、文芸、情報系など多様な分野に関する学科の設置も増えている。しかし、いずれも、 必ず実技を習得させる教育を伴うものであり、実技の教育を通じて学生に造形、制作に関する能力や視点を身につけさせることが、美術学校、美術大学における教育の最大の目的である。なお、実技によって生み出された作品を研究対象とする美学、芸術学及び美術史に関する科目も、大半の美術大学に設置されているが、美学、 芸術学及び美術史は人文科学の分野であり、基本的には実技を伴わないため、美術大学にはこの分野のみを専攻する学科は設置されていない。また実技を伴う書道については美術に含める場合もあり、一部の美術大学、学科に書道系の専攻が設置されている。元来書道は東洋独特の芸道であり、日本においては茶道、華道、高堂とともに、 伝統芸能の範疇に入るが、書道の実技教育すなわち、修字自体は、毛筆、硬筆とも国語学、国語教育の分野に属しているため、書道単独の学科としては、文学部や教育学部に設置されている場合が多い。一部の美術大学は通信制の過程を併設している。英語圏の美術学校は、大抵の場合、一般的な大学システムの中に位置づけられている。 一方、デンマーク、フランス、イタリアなどでは、美術学校は独自の高等教育機関として存在しており、所在国の文部省の管轄外に置かれている。それらの学校では公的な学位は発行せず、独自の修了証明書を学生に与えている。一般大学とは異なる美術学校の特殊な位置づけは、ヨーロッパ圏外のいくつかの国でも引き継がれている。今日、多くの美術学校が、 美術に関連する他の科目も提供しており、また一般大学でも美術学校での科目に対応するコースを創設している。例えば、タイのバンコクにあるチュラロンコーン大学は伝統的な学部に加えて美術学部を設けており、美術学校から一般大学に発展したシラパコーン大学と並んで美術教育を行っている。世間でのステレオタイプとは異なり、 全米美術学校協会や全米美術大学協会の認証を受けた美術大学では、リベラルアーツ、一般教養科目が卒業要件として厳格に組み込まれている。そのため、美術大学の学生も一般大学と変わらず、正当な大学の学位を受けられるようになっている。日本の場合、美術大学受験の多くは、基礎学力を交差する学科試験と、 基礎技術を交差する実技試験の両試験の専攻を経て行われる。受験者の多くは数ヶ月数年美術大学受験のためにデッサンや色彩、デザインなどの基礎知識を学ぶのが一般的である。美術大学受験専門の画塾と呼ばれる美術専門の美大予備校も全国に存在する。学科試験は芸術関係の設問が多い。学科試験よりも 実技試験を重視する傾向が強いが、最低基準値に達しない場合、実技が満点であっても不合格になることがある。そのため、学科授業も設ける予備校も多い。学科試験に大学入試センター試験を利用する美術大学も多い。美術制作を主体としない芸術学科を受験する場合、個別学力試験を課す大学もある。実技試験は、 主に、祖画、射生、着彩射生、生物射生、立体造形、彫刻、デザイン、空間、推薦入試、英語入試等の場合は、事前指定された、制作課題を提出することもある。また、実技試験を課さない学科、専攻等も存在しており、美術制作を主体としない、芸術学科を受験する場合、実技試験に変えて、小論文等を選択できる、 美術大学も多い。大阪芸術大学や佐賀美術大学など全学科、専攻について実技試験、作品提出を課さない選抜方法を設定している美術大学もある。また、美術大学の学部の通信制課程については、現在書類専攻のみとなっており、入学試験自体を行っていないため実技試験、作品提出は課されない。2000年代以降、 少子化が進む、中定院の充足が困難になっている、美術大学も出ており、健全な大学運営を維持できず、教育課程の大幅変更を余儀なくされたり、宝塚大学のように、学部、学科廃止に至った事例もある。2006年に美術系としては、初の専門職大学院として設立された、映画専門大学院大学は開学以来、 定員充足率が50%にも届いたことがなく、わずか6年後の2012年には募集停止、2013年に廃学に追い込まれるなど、美術大学を取り巻く環境は厳しさを増している。こうした中、多様な人材を後半に確保したいという目的から、英語入試を実施する大学や、学科試験のみ、または、面接、小論文など実技以外の試験科目でも受験できる。 学科、専攻等が増えている。画塾に通うなどして、受験前に実技に関する専門的な経験を積まなくても、美術大学への入学が可能になりつつあり、従って未経験者も受講することを前提として設置されている。科目も増加している。このような状況を背景として、美術大学がカバーする学問領域の拡大、学科、専攻の多様化も進んでいる。 こうした傾向は、旧来からの実技試験を必ず化し、定員の充足が困難であっても、一定の水準に到達した経験者のみを、学生として受け入れ、経験者が履修することを前提とした、教育課程を設定している、音楽大学とは、対照的である。ペンシルバニア州アレンタウンにあるバウ、無美術大学アメリカにある、美術学士号もしくは、美術修士号を授与する、 美術大学は下記のようにいくつかの基本類型に分類することができる。最も評価の高い美術大学は1991年に設立された全米美術大学協会に所属する学校である。ここに含まれる大学は営利目的のキャリアスクールとは異なり、リベラルアーツ科目を学ぶことを強く要求している。それに専門のアートデザインの科目を合わせることで、 演熟したバランスの良い大学学位を提供している。美術大学と一般大学が定型関係を結んでいるケースもある。例を次に挙げる。シカゴ美術館付属美術大学とルーズベルト大学、ニューイングランド美術大学とサフォーク大学、ボストン美術学校とレスリー大学、ロードアイランドスクールオブデザインとブラウン大学、メリーランド美術大学とジョンズホップキンス大学、 コーコラン美術大学とジョージ・ワシントン大学、ボストン美術館附属美術大学とタフツ大学、テンプル大学、タイラー美術学校、ニュースクール大学のパーソンズ美術大学、インディアナ大学のヘロン美術大学。アメリカには一校だけ修立の独立した美術大学があり、それはマサチューセッツ美術大学である。アメリカで最初にできた 美術大学はペンシルベニア美術アカデミーである。ニューヨーク市にあるクーパー・ユニオンは最も入学競争率の高い美術大学の一つであり、応募者の4%しか入学を許可されない。なお、入学者には漏れなく学費を全額カバーする奨学金が与えられる。イエール大学のイエール・スクール・オブ・アートは2年間の美術修士課程のみを提供している。 イエールデイリーニュース紙が2007年2月1日に報じるところによると2009年からの入学を希望する1215人の応募者のうち入学許可が降りたのは55人だけだったという。美術大学として次に規模が大きいグループとしては総合大学の中の一つの学科、学校、もしくはカレッジとして付設している学校がある。 例えば、アイオワ州立大学のデザイン学部に見られるように、このタイプの典型的な美術大学では、美術実技、グラフィックデザイン、写真、建築、ランドスケープアーキテクチュア、インテリアデザイン、インテリア建築のコースがあり、ファインアート、デザイン、建築士のコースと並んで教えられている。場合によっては、ファインアート、建築、デザインの学校であることもあり、 イリノイ大学アーバナシャンペーン校のファインアート、応用美術学部やイエールスクールオブアートはその例である。3000人以上の学生を抱えるバージニアコモンウェルス大学べく美術学部はアメリカ国内最大級の美術大学の一つであり、公立大学の中では各種ランキングで最も高く評価されている。規模の大きな美術大学には色々な種類があるが、共通の要素としては、 リベラルアーツ科目が多く、実技の授業が少ない傾向にあるということだ。これが美術に特化した短科大学と比較した時の違いである。最後に、最も一般的なタイプの美術大学として挙げられるのは、州立もしくは私立の短科大学として運営されている学校である。典型的には学士号プログラムを持っているが、美術学士号、修士号、あるいは、 美術修士号を授与するものもある。この種のプログラムは美術における一般的な学位を発行する点を強調しており、一つの特定の専門科目を選ぶことは要求せず、代わりにコンセントレーションを提供する。一部の認証機関、専門機関はコンセントレーションを学位として受け付けないことがあり、専門家としての成功をもたらすための適切な準備要件としては認められないことがある。 例えば、グラフィックデザイン領域で最低限求められる学位は、グラフィックデザインの美術学士号であることが多く、グラフィックデザインのコンセントレーションは通用しない。学位を授与するアメリカの美術大学の多くでは、古典的な写実主義やアカデミックな絵画、デッサンの技法については集中した訓練を行っていない。ライムアカデミー美術大学は、この教育モデルを大学に取り入れた事例と、 考えられる。このギャップはアトリエ型美術大学や次に挙げる大学によって埋められている。ニューヨーク美術アカデミー、ナショナルアカデミーミュージアムスクール、ニューヨークスタジオスクール、ペンシルベニア美術アカデミー、アートスチューデンツリーグオブニューヨーク、アカデミーオブクラシカルデザイン。ロイヤルカレッジオブアートおそらく美術大学の定義に最もよく当てはまるのは継続教育、 高等教育を提供している自律的大学群になるだろう。それらは全英美術大学協会に加盟しており、全部で約18校ある。その他には、より大きな特定の専門を持たない大学に付随している大学もある。どちらの種類にしても、ほとんどの美術大学は16歳以降の家庭と、大学院レベルのどちらの教育機会も提供している。 大学の種類は、継続教育に特化したものから、研究主体の専門機関まで多岐にわたる。例えば、ロンドン芸術大学は、連邦的な構造をとった組織であり、ロンドンにある六校の独立した大学から構成されている。その他にも、同様の大学として、スレード美術大学、ロイヤルカレッジオブアート、ロンドン大学、ゴールドスミスカレッジがあり、 どれも学部もしくは大学院課程を一つの大学の参加の下で提供している。ロイヤルカレッジ・オブ・アートのみ、単独の大学院大学であるという点で、例外的な存在である。ロンドン以外の美術大学としては、次に挙げる大学がある。1970年代以降、ディプロマに代わって学位が、美術高等教育における一流の資格となった。 完全に自律的な美術大学の場合、学位認定の際は、一般大学と同様に、学士号かそれ以上の学位を授与するのが長い慣習となっている。最近では、総合大学が資格芸術のプログラムを設けたり、独立した美術大学が、ポリテクニックや一般大学と合併して、美術の学位機関となる、という傾向がある。顕著な例外としては、シティアンドギルド、 ロンドン美術学校があり、独立した美術大学として、ファインアート並びに彫刻や保存修復などの関連分野のみに特化した学校である。いくつかの学校は自力で大学の地位を得たが、先に言及したロイヤルカレッジ・オブ・アートとロンドン芸術大学がその例である。イギリスにあるほとんどの専門研究機関は、 その期限を19世紀かそれ以前にまでたどることができる。もともとは政府主導で創立されていることが一般的である。2011年4月にモダン・ペインターズは美術業界のプロたちを対象に調査を行い、イギリスの美術大学トップ10を発表した。結果は次の通りである。1位、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート2位、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ3位、 シティアンドギルドロンドン美術学校、4位、スレード美術大学、5位、ロンドン大学、ゴールドスミスカレッジ、6位、グラスゴー美術大学、7位、セントラルセント・マーチンズ、8位、キャンバーウェルカレッジ・オブ・アーツ、9位、エディンバラ美術大学、10位、チェルシー・カレッジ・オブ・アーツ。ノバスコシア美術デザイン大学カナダには4つの美術大学がある。それらは、 エミリーカー美術大学、ノバスコシア美術デザイン大学、オンタリオ美術大学、アルバータ美術大学である。エミリーカー美術大学は4校の中では最も活動的な研究プログラムを有しており、過去5年間に1500万ドルの研究投資を行っている。オンタリオ美術大学の2011年から2012年の研究投資は320万ドルに達した。 4校とも幅広い科目を教えており、絵画をはじめとして新しいメディア、デザインを扱う。4校ともに公立の学校で規模が最も大きいのはオンタリオ美術大学。2番目に大きいのがエミリーカー美術大学である。過去5年間以上にわたり、エミリーカー美術大学の在学生、卒業生がカナダ国内のほとんどの主要な賞を獲得してきた。 最近の RBC 絵画コンペティションでは、オンタリオ美術大学の卒業生である、バネッサ・マルチーズが受賞した。オンタリオ美術大学は、大学院課程の充実化に成功しており、エミリーカー美術大学もそれに迫る勢いで、大学院を整備している。ノバスコシア美術大学の大学院は、長い歴史を持っている。トロントの公立美術学校。 編集クロード・ワトソン美術学校とカレン,ン・カイ美術学校は、オンタリオ州トロントにある公立の美術、中等教育学校である。卒業後の進路として、次のような美術系学校がある。アール・ヘーグ・セカンダリー・スクールのクロード・ワトソンプログラム、エトビコーク美術学校、ローズデール・ハイツ美術学校、ウェックスフォード美術学校、カーディナル、カーター美術アカデミー、ブランプトンの メイフィールド、セカンダリースクールには、地域美術プログラムがあり、公立の高等教育レベルの美術教育を行っている。1720年頃のアカデミーにおける、ヌードレッサンの様子。ジョバンニ・バッティスタ・ディエポロの作品。王立アカデミーにおける会員たちの肖像。ヨハン・ゾファニーの1771、72年の作品。美術アカデミーの起源はイタリアに発する。 1563年にフィレンツェに建てられたアカデミアデッテアルティ・デルリゼーニョがヨーロッパに初めて作られた絵画アカデミーである。このアカデミアはトスカーナ大公コジモ一世の庇護の下で運営されていた。王室の援助によって美術アカデミーを運営するという教育モデルはヨーロッパ中で広く取り入れられた。ローマ教皇は1593年。 ローマにアカデミーア・ディサン・ルカを設立し、それに続いてフランス国王は1648年に王立絵画彫刻アカデミーを作った。これは今日まで続く芸術アカデミーとして引き継がれている。ドイツ帝国における最初の美術大学アカデミーは1662年に創設された絵画アカデミーであり、同伴画家のヨアヒムフォン・ザンドラルトによって ニュルンベルクに作られた。17世紀から18世紀後半に設立されたアカデミーでは諸校のもと芸術家は教授として学生を指導した。学校が成功することで両方の名誉が得られたのである。ヨーロッパの他の国でもアカデミーが登場し国家の庇護のもとに運営された。1696年にベルリン、1725年にウィーン、 1735年に、ストックホルム、1768年に、ロンドンで、順に、アカデミーができた。ドイツにおける著名なアカデミーは、ドレスデン、マンハイム、デュッセルドルフ、ミュンヘンの閣僚法に作られた。これらのアカデミーとは、対照的に、アウクスブルク美術アカデミーは、都市部に作られたが、1755年には、ドイツ帝国の特権が与えられ、 美術作品の制作、発表を通じて大きなカリスマ性を得るに至った。アカデミーでは学問的訓練と厳格な古典的規則の教授が行われてきたが、18世紀後半にはそういった。ナザレ派に代表されるグループは公的な美術の競技から身を引き、新しい表現方法を求めた。19世紀を通じてアカデミーでの美術教育により確立された絵画に、 対抗する偉大な個人、変革者が登場した。例えば、フランスでは、ドラクロはクールベ、そして印象派の画家たちが現れ、国立のアカデミーの外で美術を発展させようという動きを見せた。しかし、同時期には、私立の美術学校もアカデミーと呼ばれていた。そこでは、国立のエコールでボザールの入学資格に満たない者が、主に学んでいた。 20世紀に美術教育が自由化されたため美術アカデミーは伝統的な美術の擁護者としての役割の大部分を放棄している。オーストリア最初の美術大学は1692年に宮廷画家のペーター・シュトゥルーデルの施設アカデミーとして創設された。最初の音楽大学は1819年創立のウィーン音楽アカデミーであり、1909年に 公立学校となった。オーストリアでは、以前に芸術大学だった組織は全て総合大学になった。現在、6校の国立芸術大学があり、そのうち3校は音楽、舞台芸術に特化しており、その他3校は美術、応用美術を専門としている。また、いくつかの美術アカデミーや音楽学校が高等教育機関として存在している。広い意味でとれば、 2004年にできたニューデザイン大学も芸術大学の一つと言える。スイスでは美術大学は応用科学大学に所属している。スウェーデンの美術大学の歴史は18世紀前半に始まる。当時、美術を学ぶ学生は1735年に創立されたスウェーデン王立美術大学に入学した。1844年には職人が日曜日に通う。 美術学校として、スウェーデン国立美術工芸大学が作られた。今日、コンストファックは、学士課程と修士課程を持っており、塔、ガラス、テキスタイル、金属などの教育を行っている。また、ヨーテボリ大学、マルメ大学、梅尾大学に付属する美術大学もある。ドイツでは、芸術大学は、総合大学と同じく、芸術、 学問領域の博士号を授与する権利を持っていることが一般的である。ドイツ高等教育法で規定される芸術大学は教育と研究を通じた芸術、学問の発展を担っており、とりわけ芸術家の育成機関として機能している。芸術大学は若者の芸術的、学問的な才能を育んでいる。入学するためには、 特別な芸術的適性を持っていることが求められており、作品のサンプルを提出し、入学試験に合格する必要がある。教育の根本にある価値観として、学生たちは固有の芸術作品と芸術家としての、アイデンティティを自ら見出さねばならない、という想定がある。なぜなら、技術、方法、研究方針などは教えることができても、芸術それ自体は教えることができないからである。 教授の任命は、教員の提案に基づき、州政府を通じて行われる。総合大学とは異なり、芸術大学で教授となるために、博士号や、ハビリタチオンは必要とされない。その代わりに、芸術家として卓越していることを示すライフワークが必要であり、それが専門家たちの間で認められなければならない。学科は、専門の特別な要求に応じて個別に分かれている。 場合と学際的に相互連携している場合がある。一部の学科では個人授業、小グループの授業、そして教授の授業を組み合わせることができる。また他の学科では自分の芸術作品のために、あるいは自分の勉強を組織するために与えられたコースを自由に組み合わせることができる。美術大学では独立したアーティストになるためだけでなく、メディア、デザイン、ファッション、 舞台芸術などの領域で活躍するための教育も行われている。他にも美術作品の保存修復や美術教育を教える学科もある。入学するためには入学手続きとアビトゥアや大学入学資格の枠の中で特別な芸術的才能を示すことが必要である。非常に卓越した芸術的才能が認められる場合には大学入学資格が免除されることがある。 ドイツの芸術大学で得られる学位には様々な種類がある。個人的なディプロマや非個人的なディプロマの他に、学士、修士、博士レベルの学位が内容に応じて複数存在する。例えば、グラジュニーアーター・カンストラー、アコダミブリフ、マイスター・シューラー、ブルネン・ライフ、コントセト・ライフなどである。パリ国立高等美術学校はグランゼ・コールの地位を得ている。 フランスでは伝統的な美術教育機関であるエコールデ・ボザールと並んで1968年の学生運動の結果大学に資格芸術学部が作られた資格芸術の概念は人類学的社会学的な芸術概念へと拡張され伝統的な美術の概念に意識的に対抗している中国八大美術学院編集中国九大美術学院 編集国立大学、編集公立大学、編集私立大学、編集美術系学部等のある大学の一覧、編集公立短期大学、編集私立短期大学、編集美術系学科等のある短期大学一覧、編集残りは芸術系学科のある短期大学一覧を、参照大学、編集短期大学、編集国立大学、編集私立大学、 編集最近では、数多くの美術大学が一部もしくはすべてのカリキュラムをオンラインで、つまり国境を越えて提供している。例として、ピッツバーグ美術大学オンライン、アカデミー・オブ・アート大学などがある。通学生大学と同様に、多くの専攻でコンピュータが利用されており、フォートシャップ、イラストレーター、3D、スタジオマックスなどを用いた、 作品制作が行われている。作品の提出と評価は、通学生、オンライン授業のどちらも実質的に同様の手順で進められる。オンライン授業が伝統的なドローイングや、それに類する作品制作を科する際には、実物の写真やスキャンしたものが提出され、教員によって評価される。ありがとうございます。